もしかしたら夏ぐらいにトレードあるかもよみたいな、その時はチームの話はなかったですよ、うん、あるかもよみたいな話をなんかこう新聞記者から聞いてて、嘘でしょ、えっていう、嘘でしょっていう思ってましたけど、でもシーズン終わって球団から電話来て、で僕が入団会見をしたホテルに呼ばれたんですよ、来てくれって。これは、はい、これちょっと怪しいなと思ってそれさ、なんでそんなところに本当に怪しい感じするんだろう、はい、その時に何も言ってくれないですから、ちょっとそこに来てくれないか、え、なんだろうっていう、ちょっと怖いなっていう、やっぱあった、はい、で行ったらちょっとトレードの話があって、そのチーム先はあのホークスだと、うん、なんでホークスなんだろうって思った時に、あ、王さんかと思って、まああの年俸はこうこうこうでこうだけど、お前どうだ行くかって言われて、ちょっとやっぱ迷いはあって一旦家帰って持ち帰りますって言って、やっぱ家族もいるんで、福岡出身じゃないし、はい、トレードって拒否権とかないじゃないですか、だから今聞いててあれ、はい、持って帰っていいんだって俺思って、はい、だからいやでもこれ断ることもできないよなって話して、でこれどうすればいいんですかって言ったら、そのまま福岡に行ってくれみたいな話、あーって落ち込んでたら、落ち込んでその日は終わって落ち込む、夜になって風呂入ってたら、パパ電話来てるよって言って、誰だか分かんないよって言って、電話番号があったら、いいよいいよ、知らない番号だったら出ないからって言って、そしたら留守電に入ってた電話が、はい、で一応ここ聞いてみたら、王ですけど、出ろよ出ろよお前出ろよ、えって思って、王って最初分かんないじゃないですか、王でも今日そのホークスとトレードの話があった、あそうかと思って、すぐにこう電話かけ倒して、田村ですか、田村です、すいません、いつだお世話になりましたみたいな、お電話出れずにすいませんでしたって謝って、うん、はい、そしたら今回こういうあのご縁をいただいてトレードっていう話にもなったんだけど、君がこの福岡で思いっきり野球ができる環境があるから、福岡には、うん、だからもう遠慮なく来てください、もうこれは縁だから一緒に頑張っていこうって言われて、なんか気持ちがそのまま降って行っちゃうだろ、はい、俺なら土下座して行くよあのパンチさんが気持ちは一つですみたいないやもう本当その中にです、はい、でよろしくお願いしますって言って、はい、決まりました。でも会長からの電話ってのもないでしょ、めちゃくちゃ嬉しかったです。しかもご病気なされて、でリハビリをしながらで痩せてしまってっていう、でだから福岡に行って、あの初めて僕もだから知らない知り合いもいないですし、うん、だから大会長が食事とか、僕単身赴任で行ってたんで、うんうん、食事とか連れてってくれて、俺はそれはいけない、いけない、食べれない、大会長に食事出されたら、あ、まあ緊張は僕もしてましたよ、通らない、通らない、はい、でも通る、大会長がすごかったのはその時だから、取って全部取ったんですぐらいでしょ、なのに僕に気を使わせないためにすごい食べて、すごい飲んでて、もうありがとうございますみたいな感じで食べて帰ったら、その後そのお付きの方とかに、あの後ちょっとこう具合悪くなったりとかしてたんだろうっていうのを話を聞くと、死んでも売ってやるよみたいになっちゃうな、りましたデッドボールでもみたいな、はい、だから1年目僕肉離れ4回したんです、でも離脱しなかったです、もうやってるって、はい、こんなんでやったら、王さんにも監督にも、いやお前もうそんなそんなにもうひどいんだったらもうファーム行ってもいいんじゃないかって言われたんですけど、僕はもう大丈夫です、はい、監督のために頑張りますって言って、そのままずっと出続けました、その年はボコボコです、後ろだからもうやっぱりそういう縁ですね、はい、だからグランドをちょっとね、タムはねやっぱ厳しい顔してたもん、特にソフトバンクの時は、はい、もうなんかこれこいつあんま喋りにくいな、喋りにくいな、僕だからその何ていうんですかね、試合に行く時、あのシーホークともあったんですけど、うん、シーホークからこう下で歩いて球場に行くんですけど、記者の人たちもやっぱこういるんですけど、うん、なんか集中したくて、うん、もう全くこう申し訳ないです、話しかけないでくださいって言って、もうずっとそういう、そういう空気あったよ、はい、感じでやってましたね。だからちょっとこう勘違いはされてましたけど、俺は勘違いって、あ、この男はもうそのグラウンドに行ったらそこでグラウンドのことしか考えたくないようにしてるんだってのは思った、はい、だから普通さ、こんにちはって言われたらこんにちはに対してなんか冗談言ってあげて、お互い気持ちよく試合やりたいっていうのがあったんだけど、はい、だからタムには冗談も言わなかったはずちゃんとでも挨拶言ってましたから、ね、そうそう、ニコってするから、はい、笑うんだみたいな、はい、だもうそういう風な感じで、だからなんか当時もなんかこう横浜にいた頃は相手のまあ先輩だから行くなとかそういうのもあったんですよ、あったのな、はい、あでも横浜そういうとこもあったんだ、あんな緩そうに見えて悪いけど、はい、俺なんかね解説になった時ね、あの
みんなが試合前にノックやってる時とか、サウナ入っていいよって言って入ってたことあるもん。本当ですか。みんな裏方がなんかロックあったんだよ。それぐらいベースが好きだったの。はい、で俺実はまあ多分もうソフトバンクも行ったし、はい、最後でも太陽か横浜帰ってたんだ。中畑さんの時じゃないでしょ。中畑さんの時。だ中畑さんの時もしかしたら、はい、中畑さんの最後の年、俺が15年？2000いやだいたい14、15年ぐらいですね。そうですよね。俺ね、僕なんか話ちょっと聞いてました。俺行く予定だったの。はい、横浜の連中言ってた。もうそういう噂になってたっつって。はい、あれこれ誰だっけなったの。僕もだから2015年までいたんで、うん、はい、その時はもうずっとファームでしたけど、はい、そういう話を聞いてました。そう、俺が行くってなってたんだけど、はい、高田さんが GM がもともとこうスキャンダルやったやつはダメだっていうので、中畑さんも交渉しきれず、ビブラでダメだったら俺もやめるわっつって。ああ、それでやめたんだ。そうだから俺が行ってりゃ中畑さんまだもう一年やってたの。あ、そういうことですね。そう、僕はもう15年は使ってもらえなかったんで全く。俺が野村さんじゃないけど、そういう人得意だったもん。あ、もう監督がもう使わないとかなんとか、例えば思い込みじゃん、はい、だからあれもそうだった、後藤もそうだった、竹も、鍋ちゃんみたいな偏見持たない人まで、はい、あ、ちょっと無理だよっていう、今、はい、外野で行くと無理だとかっていう でもなんとかこう、俺その人の振ってんのギリギリ行くの得意なのよ、はい、年上にやっちゃいますねこのタイプ。あ、監督、タケから電話あったな、みんながわけわかんないこと言って、タケをこう上げる算段をするのとか、はい、やりたかったな、ね、俺大好きだった横浜。俺 OB かと思うぐらい好きだったの横浜。大好き。でも良かったですね。あれ、なんで横浜最後戻ったんだっけ、最後とか中日の前。もう、トレードです。あ、横浜にホークスから戻った時もトレードです。はい、で、新しい球団でっていうことで。あ、DeNA になったから。そうです。DeNA になって2年目だったんですけど、で、僕もだからホークスに行って、まあ、優勝も貢献しましたし、で日本一にもなりましたし、2012年の時には試合に使ってもらえなくなってて、はい、もやもやしてたっていうのがちょっとあったんですけど、やれんのにな、はい、でその時にだからまたトレードの話が出たんで、うん、はい、で横浜にこう戻れるっていう。それ久しぶりに。え、家族、じゃあ行ってる間ずっと単身だったの。単身だったんですが、最後のそのトレードの話が出る年は福岡にいました。はい、だから半年ぐらいは家族福岡にいましたね。あ、まあ、はい、まあ考えによっちゃさ、あ、なんかみんなさ、俺が思ってるのはその苦労してる時って、はい、もうこれなんつうの、俺もそうだったけど心筋梗塞やったらストレスになったんだけど、はい、その時ってこれな苦しみなんかもうないってモヤモヤ感あるじゃん、はい、なんてファームなんだみたいなのとさ、はい、この野郎だみたいな、人の銭残し出す自分が嫌だったり、はい、でもそれをこう過ぎて繰り返ると、いい経験だったんだよな、はい、あれって実はとか、まあ、で家族で福岡行ってさ、はい、なかなか住めない土地で、はい、まあ、知り合いもできただろうし、すごいですね。だからもう今でもこう講演会の方たちはつながってるんで、うん、そうなんだろうな、はい、もうその経験というのは良かったですよ。子供たちも今引っ越すんだったらもう福岡引っ越して、ね、ああいいな、そういう話な、はい、もう大きくなったでしょ子供もう、上はもう成人してますんで、はい、若いパパだね見た目が。そうですね、僕23の時の子供だった。あ、同じなんですよ、同じことやった、はい、で中日もじゃあトレード今度。中日はあの横浜を戦力外になってなったの、はい、あら、タムってさ、すっごいな、そのこの、そうですね、だって WBC って横浜レギュラー取ってトレード行ってみたいな、はい、肉離れしたけど。でもホークスは良かったですよ、もう上昇軍団というか、その時小久保さんもジャイアンツから戻るっていう時で、ほんで松永がいてで川崎宗則、本田とか、あれ見たら井口も、井口さんはもうなんかピロって言ってた、はい、あの時にはメジャーでした。で外野は僕と柴原さんと大村さんがいて、でピッチャーには斎藤和美、うん、はい、杉内和田とか、すごいね。クローザーには真原がいてとか。あ、もうあれだ、本当に第一期黄金時代だ、勝ち出した頃。でもその時すごかったのが、小久保さんと松中さんがチームを引っ張ってたんですよ。もう率先して練習して、はあ、もうそこはやっぱ見習おうと思って。で僕もだから横浜ではそこまでやっぱりこうセンスでやってた部分っていうのがあったんですけど、でもやっぱりこうアーリーワークで朝7時ぐらいから始めて、で終わるのはもう6時7時までキャンプやるっていう、はい、あれ YouTube の動画でも残ってるけどさ、ピッチャーがカバーこなんかなんかしたらさ、はい、国分がぶち切れてさ、ボールバーンなんで来ねえんだそういうのありました。だから僕もだから試合中に小久保さんに全員の前で怒られたことあります。それはもう自分が悪いんですよ、うん、全力疾走しなかったんですよ、うん、それを何、小久保は怒るの。
小久保さんも一人だけ、その時はタム、タム、はい、監督のミーティングとかもあって、その後、まあ、キャプテンとしてちょっとみんな残れと、残ってくれって、でタム、今日のあれはないぞ、もう選手として全力プレー全力疾走しないやつなんかはそんなのないって。でそこでやっぱりもう自分でも全力でやってるんですよ、ふと抜ける時あるじゃないですか、あるな、そういう時にしっかりとこう言ってくれるっていうか、はあ、それもさ、みんなの前で言われるって本当は敵なんだけど、ならないような空気という生活をあいつらがしてるからだろうな、もうワンとなる、はい、でもホークスはベイスターズの時は勝ったらやっぱわーってなるんですけど、負けたらシーンってしてるんですよ、ロッカーでも、あのロッカーでも、その遠征のバスの中でも、うん、全くもう死後禁止なんです、うん、でカシャ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 スパイクを磨こうとぐらいしか聞こえない暗いな、はい、でホークス行ったら負けてもすぐにバラエティとか番組こうつけたりとかして、もう切り替えが明日明日みたいな感じなんですよ、えこんな強いチームこんな感じなんだと思って、へ、はい、だからもう勝っても負けてもその気持ちを切り替えるっていうことができる、あだから強いんだなと思って、大村さんなんかはもう試合終わって僕らがこう戻った時にはこう帰るみたいな、えいつ風呂入ってんのみたいな感じで帰ったりとかもしてましたし、はい、昭和の感じで、はい、帰ったよみたいな、あれっつ早いなみたいな、早く帰るやつカツラ疑惑出んだけどな家で入んだよ、入ったりする、まあ、でもそんな空気あったんだ、ありました、でも、はい、やっぱり勉強になりましたし、やっぱりこう率先してやらないとあれだけの成績は残せないんだって、うん、だから練習するようになりました、ね、じゃあ中日の時落ちた、また落合さんです、